これリボンの音じゃないですか。リボンの音じゃないかもしれない。ああ。何年制でしたっけ1965です1965年ちょっともうでも 大改造されちゃってるんでメロディーメーカー軽いっすねへえなんかちょっとこれ今これ持ってたら渋ないですか渋いっすねちょっと SG 感もあるなあそうですそうです まさにもともともうちょっと赤かったんですよ後ろの335ぐらいが赤いはずなんですけどやっぱりこの経年あそうなんですかえこれって、はい、SG より前後後ですね後出てるのはただまあこの65年とか60年代後半ぐらいまでにこのメロディーメーカーっていろんな種類が出てあいろんな出てたんですかいろんなまあシェイプもこの形から本当にあの SG っぽいまさに SG と同じようなシェイプのも出てたりするんでなんでこう残らなかったんですかね。まあやっぱりその廉価版っていうのがまずあるのと、あ、そっか。その上位機種の下にこいつが位置付けされる。やっぱりいろんな機種が出ては消え、出ては消えっていう時期だったんで、でもやっぱり残ってる方だと思いますね、ギブソンのモデルの中では。逆に今これ持ってたらかっこいいですよね。いやかっこいいと思いますよ。でも割とそういうのが好きな方もいるんで、そのただまあこれはもう本当に相当改造されちゃってるんで。ここが違うって言ってますよね。ピックアップももちろん違いますね。普通もういわゆるもうちょっと普通のギターにこうアレンジされちゃってるっていう、ね、ああそうなんですか他はオリジナルっぽい部分残ってるんですかいやもう木とあ木っていうかボディとあボディぐらいあとブリッジはそれ多分そのオリジナルで間違いないと思うんですけどへえいやでもねトーンはねなんかねやっぱり新しいギターじゃ出ないとは絶対出ないしなんかこれ何なんでしょうね何なんやろこのあの優しい感じもありながらめっちゃ好きなとこだけが出るみたいな角がまあうまく取れるんですよねねえそうですねなんかこう独特な枯れた感じ、はいはい、これでもピックアップだけで再現とかできんのかなまあ、ただ音は太くなってるはずなんですよハンバッカーになってるんでもともとはシングルとかがついてるんですよいい感じがもう予想できるというか。あ、いいっすね、この。ちょっとボリューム投げてもいいのかな。あんまり痛いところ出てこないですよね。これリボンの音じゃないですか。リボンの音じゃないかもしれないですけど。張り替えますマジで俺ちょっと好きかもしらん
これくらいしました、100万円。マジっすか、出しちゃっていいんすか、その大丈夫っすよ。禁じて楽器倉庫で総額いくら分試奏してみたみたいなのいいんじゃないですか。これ100万なんで、これで130で1000万にやったらいいんじゃないですか。1000万に なりゃいいんですけど、そんなに。確かに、こいつをご厚意ですみません、いかさせていただきます。それもいいですよ。これもね、絶対いいやつでしょうね。これ何年生ぐらいですか。それね、2021とかだったと。あ、2021こう分かるかな。ね、ネックのネックの裏とかすごいですよ。ねえ、実際にあるやつを再現したってことなんですよね。そのまあそういうふうにその使われてきたとしたらみたいな、そういう4段階ぐらいその加工の度合いがあって、うん、へえ。うわ、でもこれかっこいいな。やっぱ見た目もいいし、見た目いいっすよ、これ。ここに俺のサイン入ってたらほんま殺されるでしょ。にしようっつ体感するのはちょっと差があったりするかもしれないですけど、やっぱちょっと違いますよね。本物のヴィンテージのあのハイの出方と、はい、この感じってなんかちょっと違う感じも、どうなんやろ。綺麗な感じしますね。あ、そう、綺麗ですね。ね、はい、だからこれが好きな人もおるであろうし、言うならば詰まってる感じなのかな。あ、そうですね、多少はそういう感じに、ね、超感じがこれ。一緒に育っていく感もありますよね。そうですね。こっちはね、なんか見た目こそこんなんですけど、うん、ちょっと若い感じが、ね、若い感じがしますね、はい、でもやっぱあのポテンシャルありますよね。ありますね。やっぱ高いならではのいい音っていうか、これでも俺結構好きやな、こっち。
しましたね。ヴィンテージ。どっちかでライブしてくださいって言われたら、そっちかもしれない。いやなんか、まあ、箔ありますか、ね。なんかねあのね安定性とか考えたら、はい、まあ確かに。ちょっとそっちかなって思いながら、でも音の感じはめっちゃ俺これグッときましたね。あ、ここに本来そうなの、ビブラートユニットもついてて、いたんですけど、それはつかず。ああ、変えてやったんですね。いいっすね。俺のいいっすねが出ましたよ。久々の。久しぶりですよ。しびれたんじゃないですか。いいっすね。ありがとうございました。はい。